こんにちは今回は FX についてちょっとねご質問に回答していこうかと思います私がね今年これからちょっとやってみようかなと思うのに、まあ、1年間で30万円ぐらいの利益を FX で上げれるようにならないかなっていうところなんですよしかもこの30万の利益を30万円で作っていくってことになりますつまりは入金額を1年間で倍にするっていうのが目標です もちろん私の感覚で言うと、倍どころかね、まあ数倍になるんではないかなと思いますし、そうなるのが FX の魅力なんで、例えばね、30万円を40万か50万にするぐらいだったら、ちょっとね、これはね、やってみようかなって意欲 FX に対しては湧かないと思うんですよ。で、当然ですけども、この FX の口座には、まあ費用もかかりますんでね、口座自体の費用です。で、それを考えると、じゃあ30万が30万円増えて60万になりました。っていうことに関して、そんなにね、 魅力が感じられれなないいいかももしれないっていうところもあるんですよだからタイトルとしては年間で30万稼ぎましょうっていうものになりますけども実際もっともっと稼いでいける力しかもこれ1年間で終わるんじゃなくってその後自分の力になったら一生涯稼いでいきますからね、まあ、そういうことを考えるとまあ多少ね費用をこう付けさせてもらうんですけどもそんなに高くないんじゃないかなっていうその値段設定をしようかなと思いますしまああとね サポートをねすること考えたらねあのゾッとすると言いますかなんかサポートのね義務だけ負うんだったらこれもやんない方がいいかなと思うところがありますんでもちろんやる自信がないわけじゃないんですけどもあの別のサービスができなくなってもいけないんでねこれから新しいサービスをどんどん展開していこうと思うときにうーん、まあ、この FX の講座が1年間ぴったり続いちゃうとね、えー、なかなか厳しいところもあるなといろいろ考えております。 はい。というところでね、リリースは遅れているんですけども、うん、そうですね、今回いただいた質問なんで、こんな感じになりますね。えー、会社勤めの方がご質問いただきまして、サービス業の方ですね。えっ、ー、と、出勤前にチャートを見て、昼休みに、まあ、30分ぐらいチャートをもう一回見ると。で、えっ、ー、と、あとは22時まで仕事なんで、この、少ない時間の中でね、あのー、FX できるものかどうかってことなんですよ。で、 えと特にねお昼休みから22時までの仕事上がりまでの長い時間これチャートを見ることができないそうなんですよねこれでも講座に参加させていただいても大丈夫でしょうか学びますかってことなんですけども、うん、学ぶことはねできます、あのー。はっきり言ってね学ぶってことは別にリアルタイムチャートを見なななくててはいけないいけってことではないんですよだからできます。でよく勘違いされる方の中に FX ってのは朝少し見て昼に確認して夕方決済するっていう久保さんのスタイル。これすごくいいよねと。だから自分もそれでやりたいんですって言われますけども、これはね、みっちりと基礎が整ったからこうなるんですよ。で、私のことを申し上げますと、私はね、最初の1年間は、本当1日10時間ずっと FX をやってました。ヨザーツバスさんの GWBS っていうちょっとスパルタな講義に入ってですね。で、これね、1日2時間ぐらいのカリキュラムが送られてくるんですよ。 カリキュラムで2時間ですからね。で、それを1回通り見たんじゃわかんないんで、何回かやって、結局10時間ぐらいかかっちゃったんですよ。で、クエスチョンを送ったりとか、その返信を咀嚼したりとか、1日10時間ですからね。これを基本的には、月曜日から日曜日まで。つまり、7日あったら7日間やるわけですよ。これを1年間やったわけですよ。この基礎の太い積み上げの後に、それでも勝てなかったんですよね。 だから特別に FX のコンサルを受けてねこれ150万しましたけども <laughs> でそこで与ザつばさんの講義と私の理解の溝を埋めたんですよそうすると1週間か2週間ぐらいで急にね相場が見えるようになりましたという下地があって私は FX の動画放送を始めていってそして2021年には FX の講義をリリースしたって流れになります、えー、ということでね あのー、私の FX の歴は6年ですけども最初の1年は学習のために費やしたんで全く書けなかったんですよでその後に今のスタイルですからね徐々に徐々に今のスタイルですからそれこそ2年とか3年かけて朝ちょっと見て相場解説の講義をお送りしてお昼にそれを確認していけると思ったらエントリーするで夕方に18時前後に決済するということをずっと繰り返せるようになったんですよだから最初からこうじゃないんですよ だから今回頂い,いた質問に照らし合わせるとちょっと私は FX 忙しいんですとなかなかできないんですけども出勤前にチャートを見てお昼にちょっともう一回チャートを見てあと22秒で見れないんですけどもこれでも全然 FX やったことがないで知識はそんなにない私も勝てますかこれは勝てませんこんなことではできません <laughs> あの <laughs> やっぱりプロになるためには勝つためにはそれなりの下積みがいりますし例えば FX のね基礎用語とか理論理屈を覚えるのにも それ、2、3ヶ月で覚えられますよって思うんじゃないんですよ。本人の力量もありますけどもね。ということでね、あのー、もしね、最初から最後まで、1日のうちのちょろっとの空き時間で、FX が徐々に勝てるようになるっていうふうに思うんだったら、これは違いますね。これは全然違います。うん。特にね、あのー、補助線っていうのがあるんですよ。FX っていうのは、チャートの上に補助線を引くことによって、テクニカルが見えたりとか、トレンドが測れたりする。そして、ボックスが見えたりするんですけども、 この補助線を1万回ぐらい引く必要はあると思いますよ。練習の段階で。資金を入れる前にですよ。うん、1万回ぐらいやる覚悟で、結果2000回か3000回かっていうことはあると思いますけども、とにかく補助線を引きまくって、で、その補助線に従ってエントリーする。もしくは、その補助線に従ってデモトレードをするのもいいんですけども、その補助線をちょっと見てもらうっていうね、上級者の方に。で、解説をいただく。 これがまあコンサルです。個別コンサル。これを繰り返すことによって、自分のチャートの見え方と、飼ってる人のチャートの見え方の溝が埋まるわけじゃないですか。ギャップが埋まるわけじゃないですか。うん。そうして、大体勝ってる人、大体勝ってる人とピタッと一致してるようになったなぁと思ったら、そしたらもうこの時間帯、朝ちょびっと見て、その中で補助線をささサっササと引く。これ5分ぐらい。もうかかりも5分もかかんないです。2、3分で大丈夫ですから。で、えー、と補助線を引いて、それに従って、 お昼まで自分の書いた補助線の通りに値、えー、動きがあるかどうかを確認しながらあ大丈夫だなと思った瞬間に別にお昼まで待たなくてもいいんでエントリーするとそしてあの18時以降にあのニューヨークのお休みタイムっていうのはね21時から始まりますけども大体これが本格化するのがあの23時とか25時なんでだ,だからそれまでに決済するっていう決断ができるんだったらデイトレード1日にエントリーして同じ日に決済するの繰り返しですよね1日の間に あの数回のトレードってやつですか最低1回多くても10回以下みたいなデイトレードが完成しますはいちょっと長い説明になりましたけどいかがだったでしょうかあの繰り返しますけども最初からちょっとの時間で FX は攻略できません FX を攻略しようと思ったら、うん、膨大ではないんだけども基礎用語ね私が以前リリースした FX の基礎用語これね1日1分で3か月みっちりと覚えた方がいいと思いますだから私がやる今回の年間30万カリキュラムにはこれは必須にします で、これが、もし自信がない方は、ブックオフで本を買ってきて、まずはね、暗記するところ。もしくは、私の講座、ちょっと別容器になりますけども、こちらの方で3ヶ月学んでいただくこと。ね、これが必須になります。で、あとは、あ昨年、中級編っていうのも出したんですよ。中級編っていうのは、テクニカルの4つの手法をね、私この4つしか使ってないんですよ。移動平均線すら使ってないんですよ。この4つの手法をマスターすることによって、補助線が正確に引けるようになるんですよね。で、補助線が引けると、それに沿って、 エントリーするなり、えー、エグジットするなりすると、私の今年の3ヶ月のね、相場解説と同じレベルになりますよってことなんですよ。ただ同じレベルになれるかどうかは、やっぱりあなた次第ということなんで、繰り返し繰り返し、その中級編の方、エリオット波動とかね、それからあとフォーメーション分析とか、ラインとか、逆方方、この4つですよ。この4つを頭に叩き込む必要があります。それはもう個人差が出ますから。一発でできる人もいれば、 あの2 3ヶ月かかかけてももなかななかできいい人もいるい個人る個差がありますの、ね、そこにはいくら時間を投入するかいくら集中するかって問題が出てきます。ね。この初級編と中級編をそれはクリアしたらそれは朝ちょびっと昼ちょびっとあとは決済のために夕方とか夜に来るだけでも全然 OK ですからね。だかこの下積みをすっ飛ばしていや「私は時間がないんですけども」っていうのだとちょっと厳しいんで時間がない人はまずはあの時間を作る。ね、あの勤務は忙ししいかもももれれませんけどもそれでも あのー、365日一瞬たりとも時間がない忙しさを送ってるわけではないと思うんですよもう本当にねあのバイデン大統領忙しいんですかってなっちゃいますからねそうなったら <laughs> まあですんでなんとか学習する時間基礎力を身につける時間 FX の基礎理論を身につける暗記する時間を作ってそれができたら戦術とかですようんねやっぱりこう 今ね、どっかの国でも戦争やってますけどもじゃあバズーカを渡されて戦車を渡されて飛行機を渡されていきなり戦争できますかってできないですよね操縦方法を学ばないとそれこそ戦う前に墜落してボーンですよそれからバズーカを渡されてもどれ押したらミサイルが出るのか分かんなくて押してみたら後ろに飛んじゃいますよね仲間が死んじゃいますからねだから FX もいきなり相場のその、うん、なんですかマーケットに出てねエントリーすればいいってもんじゃないんですよ やっぱりテクニカルをきちんと身につけられるかどうか。テクニカルを身につけたと思っても、それでも負けることがあるわけですからね。だからそこはね、本当に長い時間にやりましたけども、誤解しないでいただきたいと。私が今のスタイルでやってるから、最初っから私のスタイルでできるってことはないです。<laughs> きちんとやるべきことをやって、もう暗記もマスターして、で、いろんなね、戦術も頭に入りましたと。 私の場合、テクニカルの4つの手法ですけどね。そうなったら、チャートを見たときに、お、エリオットが出てるなとか、あ、これはダブルトップのお予兆が出てるなとかねえ。これはこれから転換に向かうなとか、これ変わり目だなとかね。押し目だなとかっていうのが分かってくるわけなんですよ、うん。ですんでね、うーん、あの、年間30万ってのは非常にお手軽に見えますけども、うんそれぞれどのぐらい FX に、えー、まあ、 身を捧げてててきたかかっととところがが出るんんんんじゃないかなな、ね、ないんですよ学ばないいい思ますすで、ででほどのの、方ねあ FX 勝よ学ばやっぱりね、あの、私もこのカリキュラムをね、展開してますけども、分からないのに質問してこないんですよ。分からないのに課題も出してこないで。そういう方が勝てるわけないじゃないですか。<laughs> やっぱ課題を出してくれば、私はその日のうちに返信するわけですから、そしたらすぐに問題解決するわけですよ。でも 自分が分かってないことに分かってないっていうかねそれ取りも直さずまあ基礎の用語とか理論理屈が入ってないからチャートを見た時に、ね、何が起こってるのか分かんないんですよだから質問のしようもないっていうところですかねでそうならないために時間をかけたみっちりとしたカリキュラムを前回初級編中級編と設けたんですけどね結局上級編に進んだ人は一人もいませんでしたようん、まあ、よく私がね相場解説の中で 初心者の方はここでエントリー中級者の方はここら辺でエントリー上級者の方はここって言いますけども上級者になるからこそ私と同じような利益が取れるわけですからねで上級者になったら精神力も備わってるんで大きなロットを打ち込むこととか追撃することもなんだまあ怖いですけども躊躇はないわけですよでも初心者の方っていうのはチャンスの時に行けなかったり これトレンドが発生して明らかだったのに0.01ロットを壊さなかったりね頑張って0.1ロットぐらいなんですよでも勝つんですよ勝つんですけども3000円勝ちました5000円勝ちましたで人生変わんないですよねだからだんだんくたびれてくるんですようんだからはっきり言って精神力まで身につけて今年のねこの3ヶ月いやいやウクライナ侵攻からの1ヶ月でいいですよ1ヶ月だけあの私と同じような精神力とスキルアップができたんだったらこれ100万以上の利益出てますからねうん むしろね、私がね、人からお金預かって、この1ヶ月、自分の口座にボンと入れた方が良かったなって、振り返るぐらいですよ。こんなこと絶対しませんけども。そのぐらいトレンドがはっきりと出ていて、で、今回、えっ、ー、と、今日が4月の1日ですけども、3月の30、31日あたりで、あ、これは、ついに125円にタッチして、ここを行動の限界として止まったかなっていうふうなヒゲを感じたところなんですよね。この話わかりますかね。 <laughs> ということでいろいろとくどくと申し上げましたけども、えー、質問の回答も込みでねちょっと勘違いされてる方がいるようだったらあ思いとどまっていただきたいなっていうところでございます。あの基本的に私の講座あのこうやって気合を入れてやる場合は無料でやることはないんですけどもただね お金をいただいたのにその人があのもう結局できませんでしたとかねあこの人は最初からやるの無理だなと時間的にも意欲的にも無理だなと思った人にやっぱお金をいただいて販売するのはちょっと忍びないんですよもちろん欲しいというからには出しますけどもねでも結局カリキュラムをすることもなくうなんか明日やろう明日やろうでもう3ヶ月経っちゃった6ヶ月経っちゃったみたいなのが現状かなと思ったらねなんかねその FX は儲からないんじゃないかなっていうふうに思わせてしまう罪を背負うなって気もするんですよね <laughs>。まあですんでね、あの、みっちりと基礎を身につける。これはもう、おのおのやっていただくしかありませんので、それにはもう、カリキュラムとかなんとかじゃなくってあの、暗記するのにどのぐらい自分が時間をかけたか、そして結果的に暗記できたのかってことが、まず一番目のスタートラインになりますんで <laughs> あの暗記ができなければね、もうどうしようもないです。あの戦闘機を渡されても、戦車渡されても、バズーカを渡されても、 ね、操作法が分かんなければ、うん、戦にならないでしょ、うん、まあそういうことなんですよね、はい、じゃあちょっと言いにくいことも込みで申し上げましたけども FX の回答にこれでなったでしょうか <laughs> それではねもうちょっとお待ちいただいてあーのーこれはちょっと講座にならないかなと思ったらまた、あ、別の形を考えますあとね1年間サポートっていうかね1年間のカリキュラムがあるわけじゃないですからね賞味学ぶことって今お伝えしたように、まあ、3ヶ月ぐらいで終わるんですよ あとはそれを繰り返し繰り返し個々人ができるかどうかってことになってきますんで、基本的にサポートはね、全然期限を設けず、いつの間まででも私が生きてる限りしますけども、ただもう何て言うのかな、教えることは何もないっていう言葉がありますけども、あの、ここからここまでをできたらもうあとは教えることないですよっていうのがあるんですよ。あとは教えたことをちゃんと自分で学習するか、要するに学んでいくか教わっていくかってことは、私の手から離れますんで、その辺はね。<laughs> うん。 私の力はついたでしょうかみたいな確認のためになんかこうチャートに補助線引いたところとか Q&A などを繰り返していきましょうってやつですけどねはいじゃあ以上でございます長くなりましてすみませんでしたありがとうございました